っとやらないで。はい。はい、じゃあその、はい、これ持ってます。両方ともだね。この子って体重測ったことあります？はないかもしれない。ないですよ。51。めっちゃ少ないですね、体重が。一番食べるんだけど。今も食欲はあります？めちゃくちゃあって。で、運調指数はどうなってます？してます、ね。それは、多分、垂れ流しみたいな感じじゃないの？できんでないんじゃない？別に足をなんかやる前からずっと食欲すごくて、うん、この子主食はモモンガフード、モモンガフードの主食ですね。そうですね。それにフルーツ、まあ基本的にはフルーツが一番多いかもしれない。あ、フルーツが多い。でもモモンガフードも一応毎日食べてます、うんうんうん、これはふやかしてあげてるんですか？そのまま硬いままで食べますよ。腰が悪いですね。腰が悪い。1時間前に、ね、の可能性が高いです。でも、よいしょっと。はい。5月中でも大丈夫ですよ。もうちょっと飲めんね。ちょっと下開けておいて。いやいや、多分おしっこそのままでしてるよね。ベタベタだもんね、下半身が。ちょっとさ、レントゲン撮ってみていいですか？うん、痛い。ちょっと痛いでしょ。わかんないな、なんか。多分おしっこ溜まってると思うんです。で、オーバーフロー、パンパンに溜まって溢れてる感じになってる可能性が高いんだよね。名前入れてきて。はい、ごめんね。ごめんなさい。廊下みたいなもんですか、ね、いや、廊下で中間前に出るわけではないんだけど、まあ病気ですけど、そうそう、血が悪くなって、ただまあその元にね、廊下で例えば変形性関節症は廊下で起きてきますね。でその症状として椎間板ひれになるということもあります。じゃあ喧嘩とかじゃないですね、外傷的な。もう一匹一緒に飼ってるんです。3匹で一緒にいるんで、最初は喧嘩を疑ったんですよ。なるほど。だけど怪我はなかったんで、すり傷の時3匹一緒にいるの、うん、仲もいいし。あ、本当に。うちも出てないんで。なるほど。3匹一緒にいると本当に食べてるかどうか。食べてますかね。もう一番食べてますね。一番食べてます。一番最初にいつも出てくるし、いつ見ても食べてるっていう。あ、そうなんだ。まあ、怪我の前からですね。うん。で、じゃあその月曜日の前まで、日曜日までは普通に歩いてた。普通に見えました。普通に見えました。後ろ足こんな引きずってなかったんですね、うん、そうなんだ。まあでも症状的には後ろ足が両方とも麻痺してますもんね。だから だいたいそういう普段の腰の真ん中辺ぐらいが悪くなってると特にケースが多い。今ここ来る間にちょっと入れてたんですけど。あ、そうなんですか。ご飯を全部食べちゃって。わかりました。まあじゃあちょっととにかくちょっとこの子レントゲン取ってこの場で検討しますんで、ちょっと時間くださいね、うん、永田さん、モモンガフードを用意しといて。何粒か、3個ぐらい。
田中さんの便利ですね。はい、じゃあちょっとレントゲン取ってきますね、この子ね。